お、列車が来た。ここは白線までなんやね。へえ。おお。あ、ふるさとって呼ぶんじゃない。へえ。ああ。ワンマン運転なんやな。へえ。おお。ねえ、わあ、ゆるいなあ、ゆるいなあ、いいな大阪ねえ。あそこなんかもあの阪海電車なんかもね、ゆるいなあって感じありますけど、また違ったこう渋さがありますね。ああ言っときますけど、ね、何回も言いますけど、阪神電車で一駅行ったら大阪難波ですからね。うん、すごいよな。車で数分の距離で、この、ああ。いやー。よいしょ。わお。ちなみにこういう時に普通のね、YouTuber さんがちゃんと前を確保するようにって言うけど、うちはそういうチャンネルじゃないですかね。いくらでもいいカメラでね、そう、今日もね、あ、いいか。別にそんな人じゃなくてもいいか。一人しかおらんねん。貸し切りだ。窓開いとる。ええな、この感じ。この割にはなかなかめっちゃ良さそうなプロモデルになってますけど。半端なく痛そうなことになってますけど、気をつけないとね。うん、オムニチャンネルさん、オムニってなんか流行ってますよね最近。違う、何の話しようとったんだっけ。あ、そう、東急なんや、東急車両なんや。大阪東急車両、昭和45年。昭和45年ってことは50歳ぐらい。わあ、すごい、すごいですね。時代を感じますね。そうやね、そういう計算やね。昭和49年って言ったら、昭和49年、じゃあ49年じゃない、昭和45年やろ。昭和45年ってことは、1970年生や、1970年やな、45年やったら。そうやな、1970年東京オリンピックの6年後やろ。大阪万博とか、うん、大阪万博とかのぐらいの時ちゃうの。もう車両ですよ、すごいな。JR 難波よりもあれか、 JR 難波も国鉄車両が走っとったけど、あれ50年はさすがに経ってないよな。40年ぐらいじゃない。いやー、いいですね。でしかもやっぱ大阪はこういったところにもね、ちゃんとターミナル駅やるっていうことで、ターミナルやってる身としてはね、ありがたいですよね。東京意外と全部直通直通だからね、ちょっと探してみたんですけど、意外とないんですよね、ターミナルっていう駅は。Thank you.
なんかこの電車も、おじいちゃん感が出ますよね。なんかやっぱさっきのホームやとなんかしっくりくる感があるけど、なんなんでしょうねやっぱこう、へー、一応そうだ、ここも端っこ、あ、これ切り取るみたいですね。へー、と道中は全部伏線なのに最後の駅だけ単線になってるって構造なんやね。へー、一面一線だよね。もろいなあ。でも この乗り場はちゃんと書いてあるんや。これ06の人に出演ガチャになってますもんね、ちゃんと。よいしょ。